こんにちは、デリッシュキッチンです。塩キャラメル大学芋を作ります。さつまいも1本を一口大に切り、水にさらして水気を切ります。耐熱容器に入れてふんわりとラップをし、600ワットのレンジで5分加熱しましょう。フライパンにサラダ油大さじ2を入れて熱し、さつまいもを入れ、中火で上下を返しながら焼き色がつくまで炒めたら取り出します。油を拭き取り、砂糖 50g、 塩2つまみ、バター 15g を入れ中火で煮詰めましょう。茶色くなったら混ぜ合わせ、火を止めて生クリーム大さじ2を加え手早く混ぜます。これにさつまいもを加えて全体を絡めます。クッキングシートを引き、さつまいもを乗せて全体に広げ、固まるまで冷やします。ボウルに生クリーム 50cc、 砂糖小さじ1を加え、角が立つまで泡立てます。器に盛り付けたら完成です。ちょっと贅沢な大学芋、ぜひお試しください。